大阪市交通局801系電車大阪市交通局801系電車大阪市交通局801型電車は大阪市交通局が保有していた路面電車車両で1932年から1936年にかけて1001型を交代化改造した80両と同系の車体で新造された10両の合計90両が登場した 後退化改造車の中には、後の901型と同一の車体を持ち、後年901型に編入された車両も存在するが、登場当時は801系の続版であったので、このページでは改造当時から編入までの歩みを紹介する。大正末期から昭和初期にかけては日本におけるモータリゼーションの溶乱期であった。当時の社会、経済状況から、 個人所有のマイカー普及とまではいかなかったが、トラックやバスタクシーといった商業用の車両は比較的早く普及し、人力や蓄力の輸送手段を置き換えつつあったほか、路面電車や地方上鉄道にとって手強い競争を相手に成長しつつあった。大阪市においても、市電と1924年から営業を開始した民営の大阪乗り合いバス、青バスとの競争が激化し、 さらに、1929年からは1927年の創業以来、市電の路線エリア外で走っていた市バスも市内線に入ってきて、密どもへの競争が繰り広げられるようになった。そこに追い打ちをかけたのが、昭和初期の大恐慌で、不況とモータリゼーションのダブルパンチによって、乗客数が減少したことから、市の収益は低下。1931年には開業以来初の、 赤字決算となり、翌1932年には赤字幅が増大してしまった。ここにおいて大阪市電気局も市電の経営合理化を図るようになった。これまで増備してきた1601型などの車掌二人乗務の三扉大型車では乗客数が減少している状況では人件費がかかって収支がはないことと感染以外の系統ではラッシュ時以外は 大型車を必要とするような乗客数ではないことから、二扉の中型車を投入することとした。また、1920年から1921年にかけて登場した11系。初代は、車体重量が課題だったこともあって、車体の水替や緩みに悩まされていたことから、同系を後退化改造して修繕費を節減することもせて検討された。 そこで事故で車体を消失した1044号の台車、伝送品を活用して1932年7月に福町車両工場において中型ボギー車の801号が登場した。801型は改造形態の違いによって801系、806系、858系の3タイプの交代化、改造車と881から890の 心臓車グループの4タイプが存在した。このコーデは各タイプごとに紹介する。801系、801から805前述のように、1932年7月に登場した801号に続き、同年10月に田中車両で802から805の4両が0に1、系、初代から後退化改造された。 記述のように2601型までの13メートルクラスの3扉大型車ではなく11メートルクラスの2扉中型車として車体の前後端を絞った斬新なデザインで登場した。側面の窓配置は D4D5 で前扉は運転手が操作する2枚よりど、中扉は車掌が操作するドアエンジン装備の両開きドアという日本の路面電車では 初の全中式のドア配置であった。当時の路面電車は、ポール終電で、交差点などで、ポールの付け替えも発生したが、前後ドア式に比べると、乗客の乗降監視には、全中式ドアの方が有利であるため、大阪市電においては、以後の中型車はすべて全中、ドア式になっただけでなく、戦後の大型さん扉車のに扉下においても全中、ドア式が採用され、後には、 路面電車のドア配置の標準型として、他都市にも広まるきっかけとなった。前面のデザインも霧妻型の前面に左右、非対称の2枚窓という、これまた斬新なデザインで、正面右側の窓上に、方向膜と、系統膜が取り付けられていたほか、ヘッドライトも屋根状に取り付けられた。足回り及び伝送品は、高耐火改造車であることから種車のブリル77。 E 型台車を履き、モーターは1時間定格出力3 0ットのゼネラルエレクトリック GE-24A を2個搭載し、制御機はゼネラルエレクトリック K-39 を装備していた。8 0 6系、806から857、8 0 1系の設計を改良の上、1933年から1935年にかけて、 川崎車両で806の857の52両が背に位置系、初代から交代化改造された。車体長及び全体のデザインに大きな変更はなかったが、側面の窓配置は D5D4 と801型と逆になり、中扉が両開き扉から両開きサイズで前寄りの戸袋に引き込まれる大きな片開き扉に変更された。 これは801系の両開き扉の場合、車掌台の部分に、戸袋窓が来ることで車掌の速報監視が困難になることから、改善のために例を見ない大型扉を採用したので、ある。前面のデザインも基本的な部分には変更はないが、左側の窓が右側に寄った大きな一枚窓になったほか、801型では右側がやや低かった窓の高さが揃えられて、 その上の車体中心から右に向かって、小窓、方向膜、系統膜が取り付けられていた。足回りや伝送品については、一部の車両に、ゼネラルエレクトリック系マイナス急制御機が装備された。他は大きな変更範囲。858系、858から880、残存していた11系、初代23両を、1936年に、 梅鉢鉄工所及び田中車両において901型と同じ流線型の車体を持つ車両として後退化改造された。足回り及び電装品は801.806系同様11系初代の機器を有効活用しているが、車体は900系そのままで続番で801型と同じ車体を持つ新造車の881。 K881 から890があることから、車体の形とナンバリングが入り組んだものとなった。理由としては、1001K、初代の更新車と新造車を区別するために、車体の形が違うのにもかかわらず、投資番号としたものと考えられる。881K、881から890、806系の車体を持つ新造車で、 1935年5月に、川崎車両で881の890の重量が、新造された。台車及び、主電動機については、これまで登場した車両と同じものが装備されたが、制御機は、全車ゼネラルエレクトリック系マイナス9を装備した。801型は輸送力の小さい中型車のため、南北線や、境筋線などの幹線に入線することは、 少なかったが逆にそれまで新車の入ることが少なかった路線に投入されたことから多くの市民に自然に新車投入と PR することとなった。また、801K、8 0 6 8 8 1系の直線的でスマートな車体デザインは当時海軍が所有していた水雷艇に似ていたことから市民から 水雷型電車というあだ名を授けられるくらい親しまれ、自然のイメージアップにも一役買った。このように、1001系初代から801型への改造は、人件費や修繕費の節減につながり、合理化に寄与したほか、市民への宣伝効果も高く、費用対効果の面から考えるという意義なものとなった。 太平洋戦争中は輸送力増強のために801.806881系の全67両の座席が撤去された。末期の大阪大空襲においては801系のうち3両と806系のうち13両、858系のうち4両が被災し、このうち806型で被災した854.857号の2両を広瀬車両を呼び、 天王寺車庫内に仮復旧した車両工場において、貨車11.12号に改造した。また、座席撤去車も戦後の混乱と、資材不足が収束するとともに座席を復元している。このほか、806.858881型については、戦中、戦後のガラス不足によって、全面左側大窓の左位置。 4の1あたりに3が設けられて窓が分割された。ただし窓枠は従来の2枚窓のままことから一見すると変則配置の3枚窓のようになった。1949年に繊細者の結番を整理する改版が実施された。同時に801型と901型では交代化。改造者と心臓者で番号を分けるのではなく、 車体構造によって不板する方式に変更され、801型は9801.806881型を801から852、850ケツに改板し、858型は901系の続板として942から961に改板された。この改板によって、車体を見ただけで801型と901型が区別。 できるようにな。なお、この改版では、旧2 0 0 1系及び、Q、旧2 0 1 1型が、それぞれ801系の続版である861.868型に改版されている。また、1956年頃に、大阪市電に多く採用されていた、ブリル 77E 台車の乗り心地向上を売るため、ブリル 77E の台車枠を活用し、枕羽根を板羽根から、 コイルバネに変更した試作の OS-1 を834号に、博士、現車での長期実用試験を実施した。このほ1001型が2601型に更新される、過程で発生した K-39 制御機を活用して、全車制御機をゼネラルエレクトリック K-39 に統一した。戦後の自電全世紀には、八百一型は、かすがで、 三保の両車庫に集結し、かすがで所属の十八、野田阪神玉川町四川口町本町に、森の宮東の町玉作り十九、野田阪神玉川町四川口町本町に、森の宮東の町から緑橋を呼び、三保線の二十九、出島荒橋桜川に三十、三保車庫前から荒橋福島西通三十一、出島荒橋桜川に、 港町駅前上本町6の各系統を中心に使わされた。18.19の両系統が走る宇都部本町、城南線はビジネス街から環状街を結ぶ路線であるが、春日出車庫の幹線系統である16.17、系統が走る国道1号、国道2号上の福島曽根崎線。 ソネザキ天満橋筋線に比べると、四川角の地味な路線であったことと、二保車子所属の角路線は、乗り入れ先の桜川中之島線や九条、高津線以外は、市内中心部を外れた郊外路であったことから、新造車の陰に隠れて、両数の割には目立たない存在であった。大阪市電の縮小期には、車齢が高く在籍車中最も小型であったことから、 真っ先に廃車の対象となり、1963年から廃車が開始された。その過程で、神戸市交通局へ20両移籍して、神戸市電100型となったほか、鹿児島市交通局にも4両移籍して、鹿児島市電210型となったが、これらの車両も車齢が高かったことをはじめ、神戸市電においては極端に嫌われてしまったことが、わざわいして、 転属先での活躍期間は短かった。大阪に残った車両も1966年、資料によっては1964年に全車廃車された。現在、801号が森宮車両工場内において保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。